家族との写真、ホスコ・マライーニは、イタリアの写真家、登山家、人類学者、東洋学者。長女のダーチャ・マライーニは、詩人、作家。彫刻家であったアントニオ・マライーニとハンガリー系、イギリス人の作家ヨイ・クロッセを両親として、フィレンツェに生まれる。早くから東方への興味が育ち、1934年には、英語教師として、来た。 アフリカやアナトリアに旅行する。1935年に最初の妻、トパツヤと結婚し、3人の娘を授かっている。フィレンツェ大学の自然科学、人類学部を卒業し、1937年に東洋学者、ジュゼッペ・トゥッチについて、サンスクリット・ヒンディー語、チベット語、ベンガル語などのアジアの言語を学び、チベットにも同行した。 帰国後の1938年に、日本の外務省所管の国際学友会の奨学金を獲得し、歳史を伴い、日本に留学する。12月15日に、北海道札幌に到着し、北海道帝国大学医学部に所属し、アイヌ研究の大家である、小玉作材門の指導を受ける。同時に,に、に風谷にいたニール・ゴードン・マンロウや札幌に居住していた、 ジョン・バチェラーとも知り合い、アイヌの信仰やイクパスイについて研究を進めた。また、北内では、宮沢、レ園ン受験の宮沢博之、ハロルドとポーリンのレ園ン夫妻とも交流を持った。1942年にマンローの死を見取り、蔵書と遺構を管理している。1941年には、京都帝国大学イタリア語科の教師となった。 1943年イタリア王国の降伏後に成立しナチスの傀儡政権であったサロ共和国への忠誠を拒否したため10月21日には敵国人として妻と3人の娘と共に名古屋市天白の収容所へ移送されるこの際獄中での大遇の改善を訴えて斧で自らの左手の小指を切断しているその後 名古屋が空襲を受け収容所が消失したことにより、医師の村にある交際時に移ることになる。1945年8月30日に解放され、翌年イタリアに帰国する。1953年に再来日時、日本各地をめぐって記録映画を撮影した。フィレンツェ大学教育学部で日本語、日本文学科を創設し1983年まで勤め、その間、 ジュリアーナストラミジョーリと共に、イビ文化研究会を創立した。1986年国際基金賞を受賞し、再来日した。没後の2013年より、イタリア文化会館主催のマルコ・ポーロ賞を継承する形で、ホスコ・マライーニ賞が発足し、日本語で出版されたイタリアに関する、優れた著作に対し授与されている。アイヌの信仰や儀式を研究した。 マンローの後を受けて、マライーは、イクパスイについて研究している。彼は、イクパスイに刻まれる印であるイトクパは、それを彫った個人か家計を表すものであることを示唆した。さらにイクパスイの表面に彫られた装飾は、海の神、熊などを表すと考えた。そのため足したような装飾を分類して変形した順に、並べ、初期には、写実的な彫刻であったものが、 時代によって簡略化され、元の意義を見失うくらいに変化したことを示した。イクパスイの機能については、キケアッシュバスイや、イナウなどとの類似に注目し、人と神との間をつなぐ、死者の役割を果たすと考えている。スカーツコ、スカーツコ全集第一巻、河出文庫、2006年、P417 から421。ありがとうございます。